そうですよ、出張から、え、出張から1週間ぶりに旦那が帰ってくるんで、はい、今日の夜をねとても心待ちにしてる奥さんだから、あらね、もう大変だよもう、あらね、はい、で今からねもう例によって八百屋さんにあの買い物に行ってもらうんだけど、はい、八百屋のあの主人とはねいつものその沼尾のノリでね、はい、今日あの旦那が1週間ぶりに帰ってくるんで夜が楽しみなんですよねとかね、はい、私の場合もう3日で限界なんですよ。あ、沼尾さんそうなんだ、ね、であとね、もう夜まで待てないからとりあえずあのナスでも買っちゃおうかしら、それともキュウリの方がイボがあっていいかしらとかちょっとお下劣なことを言ってね、え、大好きなこう主婦を今日演じるんだから、ああ本来の沼尾とは違うわけよ。あ、そうか、うん、好き者今日はね、何ヘルミさん、エロ主婦、あのさヘルミさんっていうのやめてくんないから、なんだよテレメさんって言われたことあるよ、中田修作アナウンサーから昔、あれも嫌だったよ。ヘルミさんってなんか腰げたそうですよね、うん、ちょっとヘルミや中に違うでしょ、大本さん、どうしたの、ハートを集めるおじさんがいる、え、ハート集めるおじさんがいるの、それはハートじゃないの、それもうさっきからポーとか言いながらハートを集めるんですよ、まあとにかくそういう主婦なんだけど、はいはい、ね、で子供の前ではそういう一面は全然見せないで、うん、とてもしつけの厳しい教育ママっていうそういう設定、ま、子供には厳しい、うん、それは結構共通点がある、うん、なんかそんな感じがするけどね、うん、であの買い物の途中にねスタジオからあの沼尾の携帯に電話かけるから、あ、それで私携帯持たされてるんです、ね、うん、そうそう、でこの電話はね沼尾の子供からの電話って設定だから、はい、一応俺が喋ってるけどね、テルミさんも喋ってる、そうそう、だから沼は買い物中の態度とは一変してね厳しい母親になってくれればいいわけよ、あ、教育電話の時はね、うん、で電話の最中俺が子供の役でいろいろ沼に話しかけるから、はい、沼はそれに対しての教育ママ風の受け答えしてくれればいいからね、こう簡単、それじゃ行ってみようかな、スペシャルウィーク、ちょっと、え、わかりました、わかった、はい、ハト集めてるおじさんはまだいるの、いますね、危ない人だねこれね、いつもいつも何そうってんだな、行くよ買い物さあ、ここ、とてもですね、店内でも賑やかな商店街なんです、うん、でもうちょっと商店街の表通りに向かって歩いてます、うん、自転車乗ってる人が、自転車乗ってる人がたくさんいます、うん、あ、このですね、左側の赤ちゃん八百屋さんが、あ、あるある、あ、わかったわかった、ここに、お、車もいっぱい通るぞ、よかった、あったあった、こんにちは、ね、キャベツ、ちょっとキャベツありそう、でどっちがいいかな、とんかつ、今日とんかつなんですよ、 こっちの方がいい、新キャベツの方がシャリシャリする、本当それもらってこうかな、あんまり暑いんですけど今日私とんかつ夜旦那のためにあげようと思って、そう、旦那1週間ぶりに帰ってくるんですよ出張からもう楽しみで、え、強力だね、キャベツ抜きやればいいや、なんで中身抜きで、いや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 、とんかつと待ってキャベツとね、そう、それでそうなんですよ、だってちょっと待って、あとねどうしよう、サラダも作ってあげたいよね、やっぱりね、じゃがいも、お芋はどこですか、本当これポテトサラダにいいですよね、やめさんちょっと、ね、あ、それももらって、こっちのどっちがいいかな、こっちのが美味しそう、もしかして大きくって、だってもう久しぶりで、もうすんごい楽しみだから、勢力つけちゃおうかなと思って、つけすぎやったら困っちゃうじゃないか、いいよ、だって待てないんだもん、待て、もう夜まで待てないからね、私もう3日が限度よ、お父さん、お父さんもなんか似合ってるじゃないですか、そのバンダナ緑の350円、ちょっと、あとね、キュウリも欲しいんだ、入れていい、あ、ごめんね、はい、キュウリとで、あれでいいでしょ、200円の、200円の、350円の、550円、うん、いや、キュウリ、やっぱり待てないから、キュウリとか、おナスなんかもお父さん、いいかもしれないですよね、あとナス、え、いや、ナス、聞いてないんだろ、この親父も、ちょっと大きめのナスにしちゃおうかな、どう思います、料理によって、違うわよ、お父さん料理に使うじゃないわよ、え、そうかじゃなくて、わかんないよ、わかんないよ、おじさんって、やだ、お父さん計算したの忘れちゃったの、400円、じゃあ、あのおナスもちょっと一緒に入れてください、上の上の大きいのよ、決まってるじゃないですか、じゃあそれも入れといて、あとデザートだな、ちょっとお父さんそれ置いといて、ちょっと置いといて、私デザートも、ちょっと待って、ちょっと電話だから待ってね、
もしもし。ママ何してんの？うん、どうしたの？今ママあのお買い物中なのよ。ママね、うん、勉強も飽きちゃったよ。テルオさん、何言っているの？そんなことじゃねえ、お父様の後つけませんよ。名門私立中学に入るためには、そんなことじゃいけませんことよ。分かってらっしゃるの？いや、そんな。そんな甘えた声出したってお母様は許しませんよ。ダメだよ。きちんとお勉強なさい。もうちょっとで帰りますからね。いいね、感じがずぶんガラガラ。分かりましたか？切りますわよ。分かった。分かったわね、テルオさん。頑張るからさ。はい、もうすぐ帰りますから。頑張るよ。お待ちなさい。はい。テルオさんバカ丸出しですね。本当に。困ったもんだわ。あ、すいません。じゃあお父さん、さっきのと、さっきのとね、あとあのブドウ、あ、これだ、あのブドウと、もう子供ってね、これ巨峰ですね。巨峰やっぱいただきましょう。今日はね、奮発しなきゃ。どっちね、こっちのも大きくてよくない？こっちのが美味しいの？こっち。1個だね。手がかかって、1個2個よ、お父さん。決まってるじゃない、奮発するんだから。でも子供は手がかかるわ、本当に。でもね、まあ気持ちいいことしたから子供もできたんですけどね。もういきなりもセクハラ笑いだね、これ。1550円。あ、よろしくお願いしますね。はい、じゃあちょっと待って。1000円と、細かいのがあればいいですね。ちょっと待ってね。なんないかな。あ、なっただった。あ、ちょっと待ってて。いいね、これ。あ、じゃあそれちょっと待ってください。お父さん、聞いて。よし。もしもし？ママまだ帰ってこないの？何を言ってるの？もうちょっとだからお待ちなさいって。今言ったでしょ？ねえ、ママ。テルオさん、何？チンチンが痒いんだよ。テルオさん、何をしたないこと言ってるの？だって痒いんだもん。そんなね、チンチン、そんな下腹部のこと、はしたない言葉で言うんじゃありません。チンチンでしょ？違いますよ。じゃあ何て言えばいいの？陰形とおっしゃい。何ママ難しい。だから、いい、うん、け、うん、いとおっしゃい。分かった。痛いほど分かった。分かりましたね。じゃあね、分かったから切るよ。もうすぐ帰りますからね。ママバイバイ。お待ちなさいよ。どんなお父さん、本当もすみません、子供は大変だわ。じゃあ今日頑張るから。どうもどうも。変すぎるだろこれ。危ないよ。まあ広子奥様ったら。もう金払ったの？太田さん、さっき払ってました。あ、そう、はい。いやいや、さっきのさ、八百屋さんいくつぐらいのさ、誰に似たタイプじゃ、全部声が低い人だね。いやいや、あの小松政夫さんに。そんな感じの人なの？声だけ聞いてるとさ、ちょっと怖そうな感じもあったじゃん。小松の親分さんに似てんの？似てるんです。首に青いバンダナ巻いてましてね。いくつぐらいなの？年は多分60。あ、60ぐらいいってんの？それでお前がさ、今さ、いい陰形言った時どんな顔してんの？いや、あのお父さんはですね、全部聞こえてまして、全部あの分かってらっしゃってるはずなんですけれども、極力知らないふりをして。いやー、すごかったね。いや、このシリーズ今度魚屋さんで来週やろうか。いやいや、もういいじゃないか。またな。いや、またね。よかった。今日も。グッバイ。